と白ひげ海賊団による頂上戦争が決着しました。白ひげが敗北？四皇の一角が崩れたのか。海軍も負傷者多数。予想通りの激戦だったようだな。岩さんは無事なのか？死亡とは出てない。この戦争で死んだのは四皇、白ひげ、それと危険のエース。何よりドラゴンさん、これ本当ですか？麦わらのルフィがあんたの息子だって。